どうも皆さんこんにちは、サバイランスです。本日ですけどツイッターを徘徊しておりましたら、このようなツイートが話題になっているぞと連絡をいただきました。それがこちら、ロマネスクが新カードとして登場した世界戦のツバイランスということで、僕が龍戦ロマネスクを激アツに紹介している台本的なのが書かれていたんですけど、まあ、これ事の発端は昨日のカジュアルデュエマゲームズさんが、もしも龍戦ロマネスクがオーラ編で初収録のカードだったらほぼ外野手、こちらの動画を上げたことによって、ちょっとそのパロディをツバイランスがやったらどうのこうのみたいな流れだったようです。で、まあさすがにこのね原稿みたいなの最初見た時、なんかいくらなんでもね、なんか人がこんな風に喋るんじゃないかみたいなキャラ付け勝手にして、なんか面白おかしくみんなでリツイートとかして笑ってんの見て、すごくお得だなと思いました。本日の動画ネタとして頂戴させていただきたいと思います。これをね実際に読み上げたらどれほどツバイランス味があるのかといったところを検証していきたいと思いますので、ね、普段そんなテンション高くないんで、毎回やるときねふっみたいなみたいなのをちょっと結構ねスバイランスっていうキャラクターになりきって頑張ってるんで、エネルギーがいるんで、ちょっと今からねスイッチ入れて頑張ります。それでは早速行ってみましょう。はい、どうもツバイランスです。今緊急で動画を撮ってます。先ほど衝撃の新カードが紹介されました。それがこちら、龍戦ロマネスク、人光と自然のアポロニアドラゴン、アーマードドラゴン、アースドラゴンでブロッカー。このクリーチャーが出た時、自分の山札の上から4枚をマナゾーンに置く、そしてターン終了時にマナの1枚を墓地に置くという効果です。マジでやばいこと書いてます。ミラクルとか栄光からつながるもう4ブースト、しかも天文対応でノバからも出るドラゴン。皆さん6マナから4ブーストしたらもう10マナですよ。もう10マナだったらあんなんとかもうこんなんのもう何でもね、もうやりたい放題。終了時のランデス効果も墓地利用系のカード捨てるとか、ヘブニアッシュの種を捨てるとか、デメリットでも何でもないっていうね、もうマジでやばいです。なんなら革命戦士とかで回収できますし、さらにこいつなぜかドラゴンなので、ナオアネバーと合わせてドラゴン軸でも組めます。メンデルネバーロマネスクで4ターン目に対応ですよ。メンデル絶対制限です。これメンデルの伝道がもう今日確定しました。これ確定です。皆さんこのロマネスクどう思いますか？さすがにね、さすがにこれ宝富やってんじゃねえか。コメントで皆さんの汚い意見をお聞かせください。それではね、また明日の動画でお会いしましょう。